おはようございます。メリカミタチです。今日はポムドテールノワゼット、じゃがいものノワゼットを作りたいと思います。この料理ですけども、普通にじゃがいものソテー、ただ形が変わっただけという感じになります。周りがカリカリで中がホクホクの美味しい丸い可愛らしいじゃがいものソテー、ポムドテールノワゼット、一緒に作っていきましょう。よく洗ったじゃがいものまず皮を剥きます。まず細い面を一周してから、あと平らな面を一気に剥いていきます。この剥き方が一番早いと思います。エコノムを使ってきれいにじゃがいもを剥いていきます。もし黒い芯などがあればそれは取り除いておいてください。皮を剥き終わったじゃがいもは水につけておいてください。色が変わりますのでそれを防ぐことができます。この器具ですね、クイエルアパリジャンといって、直訳すればパリのスプーンという意味になります。これを使って丸く抜いていきます。このようにギュッと押し込んでくるっと回せば丸く抜けます。もちろんこれも抜き終わった後は水につけておいてください。このように一つのじゃがいもから3つ程度しか取れません。なので残りはポタージュなどに使ったりできますし、ポムノテルエカーゼ、潰したじゃがいも、あとピューレにもできます。まかないに回したりもできますので、最初にきっちり皮を剥いた状態で仕事をしてください。そうすればあと残ったカスも使うことができます。このようにきれいに丸く抜けました。このキュイラパリジャンですけども、いろいろなサイズがあります。もちろんじゃがいもだけじゃなくても、普通の根野菜などに使ってもきれいに型が抜けるので、ぜひ使ってみてください。よく洗ってから水気を切って、温めたフライパンに最初はオイルを入れます。今回はオリーブオイルを少量入れてますけども、もちろんバターを入れても構いません。ただバターを入れてしまうと乳焼が焦げてしまいます。もしバターを最初から入れたいのであれば、すましバター、ボールクラリティを使って最初からソテーしてください。まずじゃがいもを入れたら全体的に油がなじむように混ぜて、その後軽く塩をします。この時全体的にきれいに油がじゃがいもの周りにまとうような状態にしてから、軽く塩をして、あとはオーブンに入れます。今回はシンプルに何も入れずにソテーしています。あと好みでニンニク、あと香草類ですね、タイム、ローリエ、ロマランなどを入れても構わないと思います。今回これに合わせるメインの料理が赤ワインを使ったうなぎのマトロットでした。なのでなるべくじゃがいもの美味しい甘い味だけが欲しかったので、余分なニンニク、香草類は入れずにソテーしました。最後仕上げにバターを入れて、全体的に美味しいバターの香りを移していきます。仕上げに使っているバターはレブルドゥといって塩の入っていないバターです。もちろんここでドゥミセルですね、塩の入っているバターを使ってもいいですけども、結構塩味をコントロールしにくいので、普通のバターを使って最後自分で塩を足した方がいいと思います。このように最後はバターがムース状になっている状態を保ちながら、常にフライパンを動かして全体的にきれいにバターが行き渡るようにしながら混ぜていきます。このように最終形はバターがきれいにブールノワゼット、焦がしバターになっている状態を目指して中火でゆっくり火を入れていってください。もしこれを強火で一気にやってしまうと、乳焼が焦げて黒いつぶつぶがじゃがいもの周りについてしまいます。このようにバターがノワゼットになってきれいにクラリフィエされています。乳焼はじゃがいもが全部吸って旨味を吸収しています。これでポムドテルノワゼットの完成になります。それではポムドテルノワゼット、温めたお皿の上に盛り付けていきます。
油を切りながらじゃがいもを盛り付けていきます。最後仕上げに上からフルドゥセルをかけてポムノテルノアゼットの出来上がりです。非常に可愛らしくて美味しいじゃがいものソテーです。ぜひ挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。